岩塩製の最後の晩餐ビエル地下岩塩港は、ポーランド共和国、マオポルスカ県にある岩塩の採掘港。クラクフ首都圏内の都市、ビエル地下で13世紀以来稼働していたが、コストの問題と校内で洪水が起きる危険性があることから1996年に商業採掘は中止され、現在は観光地となっている。1044年の創業、金河日の指輪事件が、 きっかけとなり、国営企業となったのは1250年。廃校になっていない、岩塩岩校としては、世界最古で、同時に、世界最古の製塩企業でもある。深さは、地下327メートル、全長は300キロメートル以上に及ぶ。特筆すべきは、観光客向けの3.5キロメートルの行動で、歴史上や神話上の様々なモチーフをかたどった彫像が、並んでいる。 そのすべては、甲府たちが信仰のために岩塩を掘り上げたものである。さらには、屈曲した部屋や礼拝堂が岩塩で、形成され、岩塩採掘士の展示までがなされている。さながらそこは、岩塩製の地下大聖堂のごとき景観を呈しているのである。この岩塩港には、年間110万人もの観光客が訪れる。長い歴史においてこの岩塩港を訪れた有名人には、 ニコラウス・コペルニクス、ヨハン・ボルフ・ガング・フォン・ゲーテ、アレクサンダー・フォン・フンボルト、ドミトリ・メンデレーフ、イグナツ・パデレフスキ、ロバート・ベーデン・パウエル、カロル・ボイティワ、ビル、クリントンなどがいる。第二次世界大戦中には、この岩塩港を占領したドイツ軍が、その一部を軍需物資の製造拠点として使用した。1978年に、ユネスコの世界遺産に登録された。 最初に登録された12件のうちの一つである。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ビエリ地下岩塩港は1989年に危機遺産リストに加えられた。原因は換気装置に問題があったことから校内に湿気がたまり岩塩製のモニュメントを損ねていたためである。きちんとした換気装置が据え付けられ、 校内の湿度が適切に保たれるようになったことから、1998年に危機遺産リストからは除外された。ありがとうございます。